2010年9月7日、突如としてこのような書き込みがなされた。うちの義弟嫁も好き勝手やってて羨ましい。私たちは同居、自営共働きでカツカツ、やんちゃ坊主、5歳、に手がかかる。義弟たちは公務員、専業こなし、日本各地に転勤で行って楽しんでる。同居といってもウトはまだ定年前だし、トメはパートなのでいつも頼れるわけではないから、保育園で収入が半減。入れただけよかったけど、向こうは安い社宅に住んでいてこなしだから贅沢できるんだろうな。私もしばらくは夫婦水入らずで過ごしたかったし生活カツカツなのに。旦那長男だし、高齢出産になるからと前倒しで頑張ったのに。ウト&トメはいい人でうちの子の面倒を喜んで見てくれるけど、一人っ子でいつも申し訳ない。経済的&身体的負担から医者に二人目を止められた。優しいトメは口に出さないけど、義弟嫁が早く子供を産んでくれればと思ってるはず。保育園の子たちは休日になると親戚同士で遊んでいるそうだけど、うちは相変わらず一人。義弟嫁も子供ができればもっと仲良くなれると思うんだけど。無理かな。最近メールしてもそっけない返事しか来なくてへこむ。義弟嫁が早く子供を産んでくれればと思ってるはず。なんで？他人の家の家族計画なんてあなたに関係なくない？一人っ子がかわいそうって言うけど、じゃあ世の中の一人っ子ってみんな哀れなのか。親が兄弟当てがわなくても、5歳なら自分で友達作るでしょ。そもそも日本各地に転勤してる人がそんなに楽だと思う？友人ができて馴染んだ頃にはさよならなんだよ。毎回転居先でいい友人ができるとも限らない。むしろトラブルで苦労する方が多いと思う。そんな状態で落ち着いて子育てできるの？同居も保育園も長男と結婚することも全部自分で決めたことなのに全部人のせいにして、誰かが何とかしてくれるの期待してるんだね。やんちゃ坊主、5歳。保育園で仲良しの子に休日に遊びに誘われたりしないの？それさえないなら、しつけができてなくて嫌われてる可能性も考えてみたらどうかな。あと、日本各地転々としてる義弟嫁に子供ができたとして、一致と仲良くなれるとは思えないな。いえい、共働きはガンガウトメに無理やりやらされてるの？分かってて結婚したんじゃないの？ウトメが働いてるのにカツカツなの？どういう金の使い方してるんだろう？なんで？他人の家の家族計画なんてあなたに関係なくない？一人っ子で、人のものは自分のもの、みたいな性格のまま成人した親戚がいるのでウトもトメも心配しているのです。やっぱり友達と親戚って全然違うものだと思うし。転勤は落ち着かないかもしれないけど、安い家賃で家を用意してもらえて全国各地旅行しているようなものだから羨ましいですよ。義弟嫁は専業だしまだ若いからすぐ友達できると思うし。と言ってももうすぐ30なので、そろそろ本気で子供作った方が体力的にいいと思う。前そう言ったことがあるんだけど、子供は、まあ、欲しいんですけどね、と濁された。子育ては夫婦でするものだから転勤は関係ないのでは？うちは共働きだからじじばば頼りだけど、向こうは専業だし。保育園で仲良しの子に休日に遊びに誘われたりしないの？みんな休日は近所の親戚と遊ぶみたいです。うちは仕事が休みだったら、家族3人で遠出することにしています。今義弟たちは遠方に住んでいて、今年はお盆にも帰ってきませんでした。子供が生まれればじじばばに合わせにもっと頻繁に帰ってきてくれるようになって。ウトメも喜ぶし、親孝行になるし、子供たちも仲良くなれると思うんだけど。自営、共働きは旦那ウトメに無理やりやらされてるの？自営、共働きは、結婚後旦那が形式上独立することになったの。仕事は元いた職場から斡旋されているんだけど。誰かを雇っているわけではないから、私が手伝わなければいけない状態。ウトメが働いてるのにカツカツなの？旦那が、家や子供の世話をしてもらっているのに、さらに経済的な援助を受けるのはダメだ、と言っているので、家計簿的には完全独立型なんです。なんだ、釣りか。相手して損した。ウトガートメガー旦那が。義弟嫁が一致と同じく身体的負担から医者に出産を止められた、とか考えたことない？まあ、自分ならこんなとめとめしい義弟嫁と仲良くなれないな。専業で若いからすぐに友達できるとか意味わからん。日中仕事で留守な夫に何を期待できる？子育ては夫婦でって。周りに知り合いが全くいない状況とか想像できないかな。なんつうか、想像力に乏しい人だね。あと、専業に噛みつくねー。旦那の仕事の都合でたびたび転勤なんだから嫁も働きにくいだろうに。ああ、それも想像できないか。家計簿的に完全独立なのにどうしてカツカツなんだと聞いているんや。一人っ子で、
人のものは自分のもの、みたいな性格のまま成人した親戚がいるので。これは親のしつけでどうにでもなるよ。一人っ子を理由にしつけしてこなかったでしょ。そういうつけが最後にドカンと来るだけ。ちゃんと幼い頃から教育してきたら大丈夫。かわいそうかわいそう言ってるだけが子育てじゃないと思う。なんだ、釣りか。釣りじゃないです。義弟嫁が一致と同じく身体的負担から医者に出産を止められた、とか考えたことない。義弟嫁に持病があるとかは聞いたことありません。専用で時間があってはかければ、学生みたいなノリで友達がすぐできるのでは？私みたいに小さな子がいて働いていたら難しいですけど。既婚と言っても、実際には独身とあまり変わりない状態ですし。仕事だって、義弟嫁は有名大を出てるのでわがまま言わなければあるはずです。まだ20代ですし。保育園ママにも最近引っ越してきて、義弟嫁と同い年で働いている人がいます。家計簿的に完全独立なのにどうしてカツカツなんだと聞いているんじゃ。単純に収入が少ないんですよ。同居じゃなかったら生活できなかったと思います。なんかどうしても義弟嫁を自分と同じ状況にしたくて仕方ないみたいだね。私みたいに小さな子がいて働いていたら難しいですけど。小さな子がいて働いてても友達はできますよ。あなたみたいな性格でなければ。知り合いの保育園ママが義弟嫁と同い年だからって何？その人は働きたい、もしくは働かなくてはいけない人なだけ。義弟嫁と同い年で専業主婦でこなしも日本に腐るほどいますけど。働かなくても何なの稼ぎだけで食っていけるなら専業でいいじゃん。子供がいなくて気楽に過ごせるならそれでいいじゃん。それが誰に迷惑かけてんの？ほんと、余計なお世話。旦那の親孝行に付き合っていろいろ調整してギリ一家に行ったらいにけた同居嫁が離島と居座ってて。子供は？うちの子にいとこは？あなたが羨ましいオーラを放っていたら、怖くて近づけない。自分の置かれてる環境に満足できないのを義弟嫁使って解消するのは、無駄だし不可能。まず、自分がどうしたらこの生活をエンジョイできるのかそれを考えたらいいのでは。と、同じ同居義弟共働きカツカツ仲間の私は思う。日本各地に転勤で行って楽しんでる。転勤が楽しいって思ってる時点で、なんか、もう。一人っ子だと何事にも全力投球してあげられることは利点だと思う。面倒を見るのも金銭的にも。だけど兄弟という絶対的な上下関係を知ったり、いつもそばにいて助け合う存在って大切では？それは友達ではダメで、兄弟か、もしくはいとこだと思う。義兄弟が独身なら諦めもつくけれど、既婚でいい歳なのに。とめに、この子と歳の近いいとこがいたら嬉しいですよね。と聞いたらうなずいていた。義弟嫁はそっぽ向いていたけれど、結婚を同棲の延長に考えているのかな、最近の若い子は。最近メールしてもそっけない返事しか来なくてへこむ。これが答え。義弟嫁は一致のことをうざいと思っている2000バーツ。いとこって毎日会う友達以上に疎遠な気がするのは気のせいか。そんないとこがいないと成り立たない子育てならやめてしまえばいいのに。どんだけたり基本がんなんだよ。自分の理想のために義弟嫁を利用しようってどうなの。あのさぁ、トメが口に出さないで我慢してることをなんであなたがシャシャリ出てことを荒立てるわけ？ちょっと精神的に病んでるんじゃない？めんどくさい嫁だな。いとこのあるべき姿とか言われちゃったら付き合い控えちゃうよー。なんかどうしても義弟嫁を自分と同じ状況にしたくて仕方ないみたいだね。実母もトメも働いているので、こなしで若い義弟嫁が専用なのにとても違和感があります。もしかしたら義弟が公務員というのも羨ましいのかも。夫婦二人、税金で贅沢暮らしなんだなぁと。子供は？うちの子にいとこは？あなたが羨ましいオーラを放っていたら、怖くて近づけない。そんなオーラ出していないですよ。ただ、先輩ママとして年齢的にそろそろ考えた方がいいと思ってます。自分が高齢出産で産後苦労したので、転勤が楽しいって思ってる時点で、なんか、もう。私は旅行が好きなので、会社のお金で行けていいなと純粋に思うんですが、実際にお土産とかをちょこちょこ乙女宛に送ってきていますし、一度遊びに行きたいのですが、それも返事をくれませんでした。悠々自適な生活をしてる義弟嫁にちょっとでも不愉快な気分を味合わせたいんですよね。痛い目を見させたいんですよね。わかります。言葉の端々から嫌ってるオーラが出てますもん。旅行と仕事と一緒にしてるの？遊びで行ってるわけじゃないんだよ。行きたい場所に行ってるわけでもない。楽しいと思うの？そんなオーラ出していないですよ。自覚がないのか？重症だね。とめに、この子と年の近いとこがいたら嬉しいですよね。と聞いたらうなずいていた。義弟嫁はそっぽ向いていたけれど。
いやらしさ満開だよ。どうして公務員の旦那と結婚しなかったの？どうして一人しか産めないのに子供産んだの？子供がかわいそうじゃないの？どうして高齢出産なの？もっと早く結婚して産めばいいだけじゃないの？世の中旅行好きばかりだと思ってるの？一箇所にとどまって落ち着いて生活したいと思う人の気持ちわからない？あと、旅行と転勤、全然違うから。世の中働いてる主婦ばかりだと思ってるんなら、世界中のセレブに説教して回ればいいと思います。ちなみに私も専業主婦です。つーか、すげー自分中心でわごた。なんだか叩かれる一方ですね。自分も旦那も兄弟、いとこが多く、よく集まって遊んでいたのでそれが当たり前だと思っていたのですが違うんでしょうか。友達はいつか疎遠になっても、親戚はずっと血縁だから仲良くしたいだけなのです。私なりに子供の写メ送ったり、元気？とメールしたり、努力しているのですが、ちょっと一方的だったのでしょうか。止めも止めないので、良かれと思ってやっていたのですがしばらく控えます。規定嫁に子供ができても価値観違いすぎて仲良くなれないよね。どうも高齢っぽいし、頭ガッチガチだし、自分の価値観以外許せないみたいだし。あなた本人に友人いないの？その友人の子供と親戚同然の付き合いをすれば済むじゃん。まあ、友人がいればの話だけど。自分の当たり前をよその家庭に押し付けるのは良くないよ。それに、何も言わないからいいんじゃなくて言いたくても、言えない場合もあるからね。親戚やいとこっていうのは結果的に自分の周りにいるだけだから。必然じゃなくて、偶然の産物なんだよ。こればかりは自分の意思とは全く関係ないところで生まれてくるものだからあなたの思い通りにはいかないの。別に義弟嫁に執着しなくても自分の兄弟の方のいとこたちと遊ばせてもいいんだよ。あと、あなたが知らないだけで義弟夫婦のどちらかが子供ができにくい体なのかもしれないからあまりあいもやいも言わない方がいい。とめにうまく利用されてるんじゃないの？しっかりね。友達はいつか疎遠になっても、親戚はずっと血縁だから仲良くしたいだけなのです。友達はいつか疎遠になるって、あなたに問題があるんじゃないの？一生ものの大事な友人っているでしょ。いない？毎日会って遊ぶだけが友人だと思ってるんだね。頻繁に会わなくても会えば思い出を共有できたり、悩み事に相談持ってくれるようなまるで遠い親戚のような友人ってのが世の中には存在するんですよ。親戚はずっと仲良くできるんじゃない。血縁があるから嫌でも切れないだけ。仕方なく付き合ってる人も多い。どうも高齢っぽいし、頭ガッチガチだし、自分の価値観以外許せないみたいだし。はい、高齢です。義弟嫁とはちょうど一回り違うので、子供を通して仲良く、と考えていました。こんな私でも友人はいますよ。と言っても独身の頃の友人なので、私に子供が生まれてからはメールがメインです。皆同じように高齢、なので、独身かこなしばかりです。保育園ママたちは皆働いていて時間が合わない上、小学校に入ったらさよならかなと思うと寂しいですね。それに、何も言わないからいいんじゃなくて言いたくても、言えない場合もあるからね。義弟嫁は天然っぽいので、言わなきゃわからないのかな？と思って止め、プラス私たち、の思いを代弁したつもりだったのですが、おせっかいだったかもしれませんね。親戚やいとこっていうのは結果的に自分の周りにいるだけだから。私は三姉妹なのですが、他は独身なのでいとこはいないんです。だから余計にいとこという存在に固執してしまっているのかも。子供ができにくいなら、病院探しとか協力してあげたいです。友達はいつか疎遠になるって、あなたに問題があるんじゃないの？自分自身の結婚が遅かったためか、保育園ママたちとは話があまり合わず独身の頃の友人たちとは共通の話題がなくなってしまいました。末っ子の私にとって義弟嫁は実の妹みたいな存在だと思ってて、何でもお世話をしてあげたいし、相談に乗ってあげたいです。義弟嫁はあなたに何も求めていないのに余計なお世話はしようとするんだね。利己中すぎて気持ち悪いよ。私があなたの義弟嫁で近所に住んでいて子供がいてもあなたとは付き合いたくない。しつけもできていないまま大人になったおせっかいババアとその子供が悪影響しか与えないからね。そんなに無用のおせっかいをするくらい暇なら収入を増やす努力をすればいいのになんでしないの？高齢で三姉妹の末っ子なら、一回り下の義兄弟嫁の心配より実子を心配したら？転勤を、会社のお金で旅行、というその頭と性格の悪さが全てを物語っているね。でも時々いるんだよ、こういう人って。まあ漏れなく胃の中の蛙な人ばかりだけどね。いやそれにしても見事な自己中っぷりだこと。自分が偉そうにできる相手が欲しいだけじゃん。すげえとめとめしい人だな。ネタとしか思えないよ。
良かれと思ってって言えば何をしてもいいと思ってるとめかよ。高学歴で頭のいい人が無駄に年を重ねただけで社交性も低く他人との距離感もわからないあなたに何の相談をするんだか。相談をしたら面白おかしく言いふらされるのが目に見えてるじゃん。価値観も違う自己中な人回りも年上のおばさんと義弟嫁も仲良くなりたいと思わないだろ。人生経験が豊富ならまだしも行き当たりばったりで貧困にあえいでる夫婦だろ。末っ子だから姉になれた。ってはっちゃけたんだろうけど。こんな姉はいらないから。これに尽きるね。姉より先に子供ができて優越感に浸ろうと思ったらさらにランクが上の敵が現れて年齢を重ねきてキーキー言ってる感じ。義弟嫁はあなたに何も求めていないのに余計なお世話はしようとするんだね。義弟たちは私たちに乙女の世話を全て任せていますよ。ま、私たちは子供の世話をお願いしているので強くは言えないですけど。収入は、この不景気で仕事があるだけマシという土地なので、実子を心配したら、実子たちも実母もまだ現役で働いてますから心配ないです。私が一番心配されるくらいです。転勤を、会社のお金で旅行、というその頭と性格の悪さが全てを物語っているね。転勤は会社都合だから会社のお金では引っ越し作業は大変だろうけど、家は探さなくていいし子供はいないし、何がそんなに大変なのか全然わかりません。高学歴で頭のいい人が無駄に年を重ねただけで社交性も低く他人との距離感もわからないあなたに何の相談をするんだか。確かに義弟嫁は世間でいう高学歴ですけど、頭がいいかは？私はずっと専門職でやってきましたし、無駄に年を重ねたつもりはありません。子供を育ててみないとわからない点も多いと思うので、アドバイスしてるだけです。価値観も違う自己中な人回りも年上のおばさんと義弟嫁も仲良くなりたいと思わないだろ。歳は関係ないと思ってます。でも子育てや主婦業の先輩であることには変わりないので、できるだけ協力してあげたいです。貧乏なのは認めますが、精神的な豊かさは義弟たちよりあると思います。毎日ジジババに会えるし、社宅と違って広い戸建てですから。皆さんお若いのでしょうか？年上の言うことを聞いた方がいい時もあると思うんですが、義弟たちも今は若いから好き勝手やってて気づかないのかもしれないけど、私くらいの歳になった時、いつまでも今みたいな生活できないのに、結婚したからには親孝行する、子供を育てて社会に貢献する、働いて納税するのは当たり前でしょう。転勤は会社都合だから会社のお金では？あなたの義弟夫婦の事情は知らないけど自分たちで住む家探したり、補助が出ない会社もあるんだよ。それにみんなも書いてるけど知らない土地で生活していくことと、自分たちでプラン立てて娯楽としていく旅行とは全く別物だよ。ネタじゃなければ年食ってる割にすごい自己中で世間知らずだな。親孝行頑張。まずは高収入になることですね。こんな人はまず社宅じゃ受け入れられないと思う。人のうちに首突っ込むのが人情と勘違いしてるもの。つまりたくさんの輪の中ではやっていけない。皆さんお若いのでしょうか？って書いてるくらいだから。それなりに人生経験積んだ歳なんだろうけど全くそれが活かされてないのがお気の毒。ま、とりあえず現在不満だらけな暮らしをしていることだけはよくわかる。あとやたら転勤に噛みついてくるけど。だったら全国転勤ある人、一部分農業大手企業が多い、と結婚すればよかったのに。趣味、旅行、と実益が叶って一石二鳥でしょ。一致自身の名義でいくら納税してるんだろう？公務員規定の納税額に比べたら、夫婦プラス自営の会社の納税額で比べても。だって同居しなきゃ生活できない貧乏自営業なんでしょ。他人の世話を焼く暇があれば自分たちが自立できる収入を得るために勉強するなり営業するなりすればいいのに。自分たちの老後とか義弟夫婦にたかる気だから距離を縮めたいんじゃないの。義弟嫁が羨ましくて羨ましくて仕方がないんだね。飼っているのはしつけもできていない子供がいるってことだけ。失業の先輩って。義弟嫁には必要のない節約術でも教えようとしてるのかな？末っ子だから年上や先輩って言葉に憧れてなんとか優位に立とうとしてるけど逆効果だね。私は三姉妹なのですが、他は独身なのでいとこはいないんです。自分の姉妹なんとかしろよ。早く結婚させないと子供産めないじゃん。義弟嫁にいらん心配してる場合？現役で働いてるって言うけど、いつまで働けるの？一生？そっちの方、早急に何とかした方がいいよ。あなたの持論、結婚したからには親孝行する、子供を育てて社会に貢献する、働いて納税するのは当たり前でしょう。これを言ってあげて、今すぐ。あと、私くらいの歳になった時、いつまでも今みたいな生活できないのに。これはなんで？なんか根拠あるの？
あなた自分が苦労してるからって、他人も自分と同じ年齢になったら苦労すると思ってるの？悠々自適な人って、賢いから悠々自適なんだよ。歳いっても多分今と同じ生活してると思うよ。もしくは今よりグレードアップした生活してるよ。自己評価が高いのに低所得な人から学ぶことは何一つないというオチ。リテイ嫁はもうすぐ30。一気とはちょうど一回り違うから41、2くらい？私より下なのに、随分保守的だな。40代。いい歳なのにそんな生活してて恥ずかしくないですか？人の心配してる場合じゃないですよ。それはそうと、年長者として主婦の先輩として、義弟嫁にどんなアドバイスをするつもりなんでしょうか。私みたいになっちゃダメよ、くらいしか思いつかん。どうしよう、一気リアルで知っている人かも。よく似た状況の人が保育園ママにいる。本人42歳、子供確か今年で6歳だし、旦那は7歳下と欺瞞してる。その人の場合だけど、旦那は3兄弟で、義父も他の兄弟もインテリなんだけど、長男だけ勉強嫌いでどかたらしい。生活がギリギリだったため、義両親へ同居をお願いして世話になっている。いつも、うちの子はいとこがいなくって、と同僚を誘おうとする。一度義弟嫁に、うちの子がかわいそうだから歳が離れないうちに子供産め、と言ったらしい。その人の子供は、まあみんなの想像通りというかなんというか、一族の中で激しく落ちこぼれると、ひがみ根性みたいのが出てくるのかな。保育園では先生たちも他のママたちも、まるで止めのお小言を聞いてるみたいで避けてます。ちょ、まんまにゃん。いえー。いとこがいないくらい今の少子化の時代に同情に値しない。一人っ子でも同情されないのは当然だしね。実の兄弟に養子でも取ってもらっていとこ作ってもらえばいいのにね。なんで他人にお願いするのか。以上で終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメントを書いてください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。バイなら。